皆さんこんにちは、えー。それでは令和2年論文式本試験解説動画を始めさせていただきます。担当はレックスさん、二高塚山です。よろしくお願いいたします。はい、えー、令和2年度ですね。論文式本試験、えー、お疲れ様でした。えー、まあ今年はね、えー、イレギュラーのですね、えー、実施の中でまあ2日間というですね、えー、まあ例年とは違った。 実施になり、まあ、苦労された方も、えー、多いいと思います、まあ、例年3日間かけて実施されるところ、えーまあ、2日間になりましたので疲、まあ、労度であったりだとかです、ね、時間配分なんかもです、ねえーまあ、こう普段と違うような、えーまあ、そういうね雰囲気が出ていたと思うんですけれども、えーまあ、実際、本試験受けてみてどうだったでしょうか。 まあ、あの今回、初回受験の方は、まあ、例年とかっていうのはです、ね、あまりこう、えー、気にされないとは思いますけれども、えーまあ、ただ、ねえー、この6科目を2日間の中で圧縮してやっていくのでかなりこう疲れたんじゃないのかなと思います、まあ、財務課議論はです、ね、2日目の、まあ、真ん中あですね、2科目目になりまして、まあ、やはりです、ね、会計試験の、まあ、山場ではありますので、えーまあ、相当の、ね、緊張感と疲労感の中で戦われたというところになると思います。 でえーまあ、一応、ですねレックのほうで論文式本試験のですね、えーまあ、回答ができましたのでそれに関してですね、えー、解説をさせていただきますで、まあ、お時間限られておりますので、まあ、計算なんかも含めてすべての、ね、詳細解説というところはいたしません、まあ、ポイントを、ね、つまんで、えー、こういう指摘ができていたらよかったなというところをです、ね、中心に、まあ、特に理論の、ねえー、解説というものを中心にさせていただきます。はいで、えーまあ、まずねこの 今回の論文試験、まあ形式はですね、従来と変わりません。例年通りにですね、えー、平成27年からの形式第3問、えー、まあ比較的優しめなですね、計算問題に理論。まあ今回ちょっと難しかったですけどね、ソフトウやば。で第4問がもう理論問題、で第5問は連結会計の総合問題に、えー、まあ理論が加わるという形式で、えー、まあ大きなですね変更点はありませんでした。まあ試験問題の表紙のですね、こう注意事項がまあ少し例年と。 様子が変わっっったかななてていいうぐらいで、まあ、読みやすくなってますねえね、ー、それ以外に関しては特に形式面で変化は、えー、なかったのかなと思います。で、えー、まあざっとね初め見た時の感想としてはまあ伝統論ですね第4問の取り替え法とか原毛消却の問題が、まあ、私個人としては一番ね え面食らったたとととというところにになりますす、まあ、本当にパッと見た時ですねあとは連結会計は資料が少ないんで、まあ、パッと見た時でですねまあこれ結構簡単かもしれないなっていう印象は受けましたで実際ですね連結会計の問題第5問の計算問題はですね平成27年から考えてみてもですね、まあ、一番こう優しい問題かなと思います点数は比較的取りやすい、えー、まあ受験生も取り組みやすい問題で,なではあったのではないのかなというふうに思います はい、えー、それではですね冒頭からですね、えー、まあ、見ていきますがまあ一応ですねちょっと今日のですね速報動画を上げるにあたりまあ、出題実績ランク表的なものですね、えー、作りましたのでまあ、今で画面に映しておりますので、えー、まあ、もし良、えー、ければですねこれをこう画面止めてですねまあ、メモなどをしていただければと思いますちょっと画面遠くて見えづらいかもしれませんけれども、ね、はいで かまあ、まず第3問、も題第1、キャッシュローですね、えーまあ、ロム式試験キャッシュロー計算書の作成問題、大好きですね、非常によく出ております、で個別キャッシュローの計算問題、えー、これは非常に優しいです非常に優しい問題、えー、中身の解説はしていきませんけれども、えー、9箇所の回答箇所のうち、えーまあ、最低でも7箇所の政党は必要だったのかなと思います、おそらくですねこれ、満点取られたという方もですね、えー、いると思うんですね。なので まあ最低でも7箇所ですね7箇所を切ってしまうと、えー、ここはちょっときついかなというところです、ねまあ他のところで巻き返していかなければいけないとでこの第3問の計算問題っていうのはやはりですね1台、1台が重いですから、えー、1台間違えることによって偏差値がですねガクンと下がる可能性がありますので、えー、まあこの第3問の問題一個別キャッシュの計算問題はかなりこうしびれるたか戦いに、えー、なると思います。はい まあ優しいですからね、これは確実に取っていかなければいけないということで、まあ、想定ボーダーとしては9分の7ですね、えー、9か所中の7箇所の正解、これを取っていきたいかなと思います。はいで、えー、理論の方ですね、見ていきましょう。理論のほうはですね、問題の2で、まあ、これ、いわゆるね、支配が継続している状況の下で、子会社株式の追加取得、一部売却をした場合の、まあ、キャッシュロー計算書上の表示区分に関する、 説明問題、えー、親会社の連結財に変更を伴わない子会社株式の取得による支出及び、えー、子会社株式の売却による収入、えー、これは連結キャッシュロー計算書のどこに表示されるのかということで、まあ、まずは、ですね、あのー、表示区分は絶対に間違えちゃだめですよと、えー、財務活動によるキャッシュローねこれは正解が必要ですとで理由は、えー、これは通常の支、ね、配継続バージョンの追加取得一部売却をした場合行った場合ですね えー、この取引というのは、非支配株主との間の資本取引と考えられますので、持ち分変動差額を資本除金に計上するんですね。でこの資本除金に計上しますよというところに関して、これはもう簿記でやっていますし、今回の第5問でも、ですねこの資本除金が変動する、一部売却かな、一部売却取引が出ております、D 社株式ですね、在外の D 社株式は資本除金が変動しておるというところで。 でまあ、要はですね、支配継続バージョンの追加取得一流売却っていうのは、非支配主との人の、ね、間の資本取引って考えられますので、だからそれに関するキャッシュローもですね、それとの整合性を合わせるために、まあ、財務活動によるキャッシュローに区分されるというところですね。はい、なので、まあ、通常の、ね、追加取得一流売却の持ち分変動額が資本除去に計上されるっていうところを引き合いに出して、えー、キャッシュロー計算書の表示区分につなげていくと。 これはまあ非支配株主等の資本取引なので、まあ、資本状況に計上される、だからキャッシュロー計算書上も財務活動によるキャッシュローに計上していきましょうと、まあ、言ってみればその資金調達活動みたいなものですから財務活動によるキャッシュローに計上していきましょうというところになります、はいまあ、ポイントは、ね、非支配株主等への資本取引というところになります、はい、では続いていてきます。 えー、次ソフトウェアの計算問題は、うん、ここはですね少し難しいですね、えー、昨年度もリースのですね第3問の計算問題が難しかったのと同様、えー、こちらのソフトウェアも少し難しめになっております、えーまあ、難しいというか、ね、やや細かい話が、ね、出ていたので、えー、担当の時にですねあのしっかりと覚えていた方はその担当時の知識をですね何とか何とか、えー、手繰り寄せて引き出してそこから回答を導くことができたかもしれませんが、まあ、とはいってもですね少し、えー、厳しいかなと思いますので。 で回答箇所9箇所のうち、まあ、3箇所から4箇所、ね、取っていただければいいのかなというぐらいですかね。はい、でソフトウェア A の丸1丸2は、まあ、ここは正当必須ですかね、えー、それ以外のところでなんとか、ね、こう部分点を、まあ、もう2つぐらい取っていければいいかなという問題です、はい、でちょっとだけ確認をしていきますね、まあ、かなりこう細かい内容が出ていたので。 論文戦にとっては特に厳しい、えー、問題だったかもしれませんけども、えーまあ、例えばですね C, まあ、C のソフトウェアですかね、C、ソフトウェアなんかはまあ月割り計算が必要になってくるという点ですねあんまりこのソフトウェアの問題って月割り計算する問題が、ねえー、多くないわけですけれども、まあ、その中で月割り計算をしていきましょうというところとあとはまあ仕様変更の費用700ですかね、えー、これに関してまあ資本的質としてまあソフトウェアの主券権化に入れていくとその2点ですかね。 あと D は、ね、自社利用のソフトウェアですけれどもどの、ね、費用が取得原価に参入すべきものかということで、まあ、これはです、ね、ソフトウェアの利用に伴って必要不可欠なものを取得原価に入れていきますなので必要とされるこの設定作業費用ですねこの設定作業費用をソフトウェアの取得原価に入れていく必要があったとでデータコンバート費用とかトレーニング費用は、えー、この D ソフトウェアのです、ね、利用に必要不可欠とは 考え,られないの考えられないので、まあ、これらの費用は取得圏価に入れていかないということですね。ねだから D ソフトウェアというのは取得圏価1万6000で自社利用として計算をしていくということになります。はい、あとは、e、ですかね、えー E はで、ね、8,000制作費用が発生しているわけですけれども、えー、この8,000部分に関する制作費用を、えーまあ、利用する予定であった事業部門の廃止が決定したのでこの8,000に関しては、えー、BS には計上されません、落としていきますね費用に落としていきます。えー、ただ、ですねこの2500の追加制作費用がありますでこの部分については転用できると判断していますので、えーまあ、これはねあの BS に計上していくと判断していきます。 まあ、罰2年度末には事業のように供与していないので、まあ、どの事業に関してこの追加政策費用を使うのかというところは明らかになってはいないのですが、えー、ただ、まあ、税法上の規定なんかだと、えー、他の、ねえー、部分に転用が可能でなくなったことが明らかなときに、えーまあ、損金に落としたりしていきますので。 まだ転用できると判断して事業のように供していないっていうところから見ると、えーまあ他の、ね、用途なんかに使用できないことが明らかとは言えないので、うん、まあここはね費用として、えー、落としていくっていうことも考えられなくはないんですけれども、ねえーまあ、一応事業のように供していないってことは、まあ、裏を返せば、ねえーまあ他のね、えー、事業部門で使うことができ でで使うことができないということが明らかになっているとは考えられないので、まあ、2500は資、ね、産計上していくというふうふに考えられます、はい、あとは、ね、F については機器組み込みソフトウェアで,でこの機器組み込みソフトウェアというのは、まあ、サーバーの動作に欠かせないというところですから、まあ、これを一体として費用処理していきますでこれは機械装置として、ね、費用処理していくので。 え機械と一緒にね対応のス5年でえ費用処理をしていくということになります、ねはいまあこのあたりもねちょっと難しいですね、ちょっとというかだいぶあの難しいと思いますので、細かいですかね、あの担当の生後のねえ判断の問題であればできるという方もね結構いるかもしれませんが、まあ、いざそれがね計算になると、なかなかこう手が動かないというですね方も多いと思いますので、えー、なので、なんとかね9分の4を狙ってというか、9分の4取れれば、御の字だったのかなという計算問題になります。 はい、えー、そして、えー、第2問のソフトウェアのですね、えー、製品マスター製作費に関する資産形状の論拠これが問いにで理論として聞かれておりましたが、えーまあ、今回の、ねえー、本試験、理論問題に関して典型、えーまあ、問題というのはです、ね、そんなに多くないというか結構少ないんですね。 まあ結構基準集を参照にしてひねり出すって問題が多いの多かったというのがですねちょっと私のまあ実際に本試験を解いてみてのあの感想なんですがただその中でもこの製品マスター製作機の資産計上理由はね典型問題の一つになりますので、えー、まあここはねもう監してもらいたいかなと思いますはいまあ講義中もねあのまあ絶対覚えておいてくださいというですね、えー、マーク赤マークでですね、えー、まあ詳しく説明をしていたと思いますので。 まあなんとととこここね書いていいいてきたいというところにななりますなので今回第3問でね正解したいところとしては個別キャッシュの計算問題とこのソフトウェアの理論問題、ねえー、ここは正解していきたいなというところになりますはい、えー、まあ個別キャッシュのね理論問題と製品マスターのソフトウェアの計算問題はちょっとね難しいというところになりますそれでは続いていきましょう次が第4問の収益認識いきますはい 第4問,問題題で収益認識が出題されました、まあ、私が想定していたものよりはですねかなり本格的に出てきたわけですけれども、えー、ま員1のはねは本人と代理人の、えー、区別ということで、えーまあ、ここはなんとか、ね、点数を取ってもらいたかったと。で、まあ、当連の9回目で、ね、ほぼ同じ問題が出ていると思うんでそこを復習されていた方はある程度書けたのかなと思うんですね。ただでですね、あのー、行数が結構短いので ちゃんと本人と代理人の、ねえー、区別の要件3要件をきちんと状況に照らして当てはめていくっていうのはちょっと難しかったと思うんですよ。私もね結構この行数の中でですねどう回答を展開していこうかなって苦労して考えたところではあるんですけれども、えー、もう3つの要件出してねで、まあ、当てはめたてはほぼなくてまあ要件出して A 社は代理人に該当するっていうふうに、えー、もうさらっとね書いていくぐらいしかあの行数はないのかなと思います。というのも。 えーまあ、問題は、ですねこの基準の定めに言及するとありますので基準の定めに言及するとありますので、えーまあ、基準集から、ね、何かしらこの収益認識に関する部分を引っ張ってくる必要があると。はい、で、まあ、回答の方はですね、うん、この収益認識額についてこれ基準から引っ張ってきて。 まあ一応言及しえまあこの収益認識額企業権利を得ると見込む対価の額っていうものをえ引き出してきてでまあ A 社代理人である A 社にとってこの対価の額はえどういう状況ですかっていう説明をねえするような回答になっております。といちょっとねこの基準の部分の言及っていうのがなければもう少し丁寧に当てはめることができたかもしれませんがまあ基準部分の言及っていうところが問題の条件としてはまあ,ありますので。 まあその部分についてね少し行数が取られてしまったのかなというところですね、まあ、取られざるを得ないとそれも当てはめが、うん、まあ100%、ね、きちりと当てはめる行数までなかったというところになります。はい、なんでまあ3要件出して当てはめるっていう点とあとは何かしらね基準からこうそれに相当するものを引っ張ってくるっていうことが必要でした。まあ、アトボレンでは出ていたものの ななかなかねこの行数でうまく書き切れるというところが難しいと思いますのでえまあ7割ぐらい書ければいいと思いますけれども実際のところはうんそうですね5割から7割というところがボーダーになるのかなと思います。はいまあ、一応この,ねあのレジュメには7割って書いてあるんですけどもまあちょっと気持ち高めにねボーダー作っているので理論の方は、まあ、1割ぐらい割り引いて考えていただければと思います。はい でそれに対して問い,です、ね、問いには変動対価に関する会計処理で、えー、正直、これはです、ねまあ、ほぼ白紙でも問題ないかなと思います、えー、対策を、ねえー、立てていた方はです、ね、ほとんどいらっしゃらないと思いますので、まあ、白紙でも、うんまあ、問題がないような、えー、そういった問題かなと思います。こ、はいえーまあ、これれもも解説のところを見ていきますけれども えー、この変動対価というのはですか取引価格に、えー、含めるためにはこの変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しな,い場合があしない可能性が高いという要件を満たさなければいけないんですね。ねこの変動対価を取引価格に含めて、えー、それが、まあ、収益額なんかになるわけですけれども、えー、その変動対価部分というのはですね 事後的に取りりかす取引されてしまうようなものであるとダメなんですねこの今黄色でマークした部分っていうのは収益の著しい減額が発生しない可能性が高いまあ最後だけ読んでいくとわかりやすいと思うんですよつまり収益の戻し入れなんかが発生しない可能性が高くなければ取引対価に含めちゃダメだとつまり収益として認識しちゃダメだってことなんですねで、えー、この C 社の S さんだっけね S さんかな S, S 氏が提案した金額がまあ9万でねこれを変動対価として見積もったわけですけれどもただこの中からいくら取引価格に入れることができるのかっていうのは公認会計士の K さんに相談したわけですよでまあこういったね状況を鑑みてえ現在の市場を緩和すると製品 X を流通させるためには50 15%から50%の幅での価格の引き下げがなる必要があるとかね。 あとは従来、C 社は製品 X の価格を大きく変更した実績があるとかっていうまあこういう状況を鑑みて小児会医研の K さんはまあマックスの値下げ50%まで値下げをしていかなければいけないというふうに考えたんですねまあ50。までのの値下げの可能性があるとはいですねその50%値下げをした価格の7万5千をまあを取引価格として収益認識すべきと判断した。つまりこの9万の万万中から7万5千を 取引額としてピックアップして収益認識の額というふうに考えたわけですね。はい。まあこれもね収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分、つまり戻し入れがない金額まで、えー、引き下げて収益認識をしたという状況になります。ただまあこのあたり今ね解説を断片的に聞いたとしても多分あのよくわからないというところになると思いますので、えー、まあ、今一度ね。 こうボケのテキストなんかに戻ってみていただければ確認,はできるかと確認はできるかと思いますけれども、まあ、いずれにしてもですねこれ本試験中にこの問題の、えー、回答を作るというのは難しいと思いますので、まあ、ほぼ白紙でも問題がありません、まあ、何か書いてね本当に何か1行でも2行でも書いて部分点が取れれば OK というような問題です。はい えなのでまあボーダーゼロ割まあゼロ割ってのはねちょっと大げさなんですけれどもまあ部分点が本当に取れればラッキーぐらいでまあ白紙でも問題がないよっていう部分をゼロ割とさせていただきましたはいまあちょっと見えますかね、えー、それでは問題の二に行きたいと思います、えー、問題の二は固定差に関する原価配分の問題で、うん、まあ個人的にはというか多分多くの受験生は驚いたと思いますねびっくりですね。 えまあ昨年も一応、固定資産に関する圧縮記帳、紅、え、延、ー、収益の問題が出ていたので、えー、まあそれを、ねえー、踏まえれば今年ももあ固定資産の伝統論が出るということを考えることができたかもしれませんけれども、えー、なかなか、ちょっとここまで,です、ね、予想できなかったので申しし訳ございませんでした、はいえー、ただ、難しいと思うのは皆同じですからな、ね、んとかその中で最大限です、ねえー、点数を取っていくように。えー まあどう考えればよかったのかですねちょっと見ていきたいと思いますけれども、えー、まず問1はですねこの穴上は正直きついかなと思います利用の事実という言葉が入るわけですけれども、まあ、担当生で概念うれなくです、ねえー、しっかりと覚えていた方は入れられたかもしれませんけれどもなかなかこの利用の事実という言葉はおそらく入んないかなと思います。正当可能性というかです、ね、難易度は中に、えー、させてもらいましたが、まあ、例えば10人いたら5人。 ここの用語が埋まるかって言ったら多分埋まらないと思いますねなのでここ間違えてもまあそんなに気にしなくてもいいかなと思いますはい。で、えー、取るべきところはですねもうここはですよ問題の2は問い2の括弧1ここですね自己金融効果の説明ここでなんとか部分点を取っていくとここでなんとか部分点を取っていくと えというのもその下の問いに括弧の2だったりとか問い3って難しいですね難しいというかやっぱ知らないと解けないですしまあ部分点はねひねり出すことできるかもしれませんけれどもなかなかこう角度高い正解正答の回答というものを書くのは厳しいと思うんですね。で一番書きやすいところ書ける可能性が高いところは問いに括弧の1かなと自己金融効果ですね自己金融機能ですね。 この減価償却費が非現金支出費用、ね、支出を伴わないですね費用であることから、まあ、その金額分が留保されるとはい、えーまあ、これをね指摘できればいいのかなというところですね、まあ、あとはその意味ですね減価償却費に相当する資金が企業内に留保されるとはい、まあ、資金というか正確には、ねまあ、貨幣資産という表現でもいいのかなと思います、はい、ですね まあちょっと平成資産と。はい、なんとか、まあ、ここは書きたいかなというところですね。 これも担当の講義のときなんかでは、ね、説明をしているので担当の、ねえー、受験のときに講義を聞いた後だとここなんかは書けるはずなんですよ。まあ、ただ、ね、それが論文の、ね、本試験まで記憶をと、ね、ど、えー、めておくことができるかというとなかなか厳しいと思いますので、えーまあ、5割程度です、ね、何とか書けてもらいたいというです、ねえー、ところにはなります。はい で問いに括弧のに問いの算はなかなか、ねえー、厳しいかなというところです。えー、特に問いに括弧のにはですねこの自己金融効果というものを、えー、使い取り替え資産の取り替え法と焼却生資産の減価焼却の、まあ、移動点を説明しなさいとはい減価焼却というのはですねこう取得原価を配分する手続きなんですよね。でその取得原価 っていうのは過去の支出額なので、過去の支出額が非現金支出費用となって。資金が流保されると。つまり、過去の支出が流保されるのが減価償却なんですね。はい、過去の固定資産への投下資金が費用となるため、まあ、名目資本ですね、えー、投下された貨幣の名目額が流保されると。はい。 でそれ対して取り替え法というのは取り替えたお金ですね取り替えに要した支出額が費用になるんでつまり今ですね今の支出額が費用になるんで銀河ショップってのは過去の支出額が費用になるわけですねだから過去の支出額が両方、ねえー、取り替えというのは今の支出が費用になるから今の支出が留保、ねえー、まあつまり実体資本の留保になります、はいまあ、同じね資金の留保っていうのがあるんですよ 一応移動点ってことこは、ね、同じ点も指摘をしなければいけないわけで、まあ、回答行数がです、ね、もう少しあれば、えー、留保される点が、あのー、共通しているというのを書きたかったんですがちょっと4行の回答行数だとですね、えー、まあ移動点の、まあ、特に「どう」っていう部分をですねきちっと指摘できなかったんですねちょっと行数的に。だからまあ異なる点を指摘しつつ留保されるっていう点は同じですよというニュアンスを出している回答になります。 はいえーまあ、この取り替え法という計算を、ね、勉強したばっかりだとこういった回答が思い浮かんだかもしれませんがもう取り替え法って多分論文どめきだとほぼやらないと思いますので、まあ、この辺を書くのは厳しかったんじゃないのかなと思います。でまあ、それと同じくです問、ね、いのさん、原問消却が出ておりますね、えー、原問生産の原問消却定額や定率法のような対応の数を基準とした原価配分が適用されない理由、えー、これを原価消却と対比しながら説明とで、まこ、あ、これ、ね、問題の中にヒントがあるにはあるので。 このカッの2番よりは書きやすいかなと思うんですね。まだ。いや期間を基準とした減価配分が適用されるってことは他の基準で減価配分が適用されると。だからその時に減毛性資産、減毛資産の減毛償却っていう方法が頭に思い浮かべば、まあ木を切り倒した分だけそのまま費用化するみたいなあのそういう方法ですから。それか思い浮かべばあこれって期間配分、期間対応型ではないなと。 どっちかって、その生産高比例をに類似するような方法ですから。えー、まあ、そこを何とか思い浮かべば。部分点が取れるかなと思うんですね。はい。で、物理的減少による限界に着目した費用配分ということで。えー、まあ、減った分だけ、えー、費用と。 ななののでで時の経過といいいううわけではないという点をまあ出せればよかったんですが、まあ、ちょっとこれはまだ問いに括弧の2に比べれば部分点は取りやすいですね。部分点は取りやすいということでちょっとこれでですねそこ修正後であのすいませんしますがここはもうね12割で部分点取りたい部分なので失礼しましたこれ0って書いてあるんですけどもここはねちょっとなんとか1から2割ぐらいで部分点は取りたいかなというところになります。同じねあの応用問題で難しい問題には変わりないんですけれども。 えー、まだねこの3番の方が点数は取りやすいのかなと思います。ちょっとこちらの方すみません1から2割ぐらいに訂正の方をさせていただきます。はい、ただまあいずれにしても難しい問題であることには変わりがありませんというかまああのね論文式試験のは重点的に出題される編み掛け項目の中に入っていないものですから、うん、だからまあねここはなんとか2の括弧の1番ここで 部分点をなるべく取っていくというですね、えー、まあ結果になっちゃいますけどね、えー、という、えー、状況であれば OK ですでは続いていてきます、えー、問題の3有価証券に関するねね、えー、まあ認識です、ね、発生の認識証明する認識、えー、ま役、あ、所部基準ねそれに関する、えー、仕分け問題そして説明問題になります。はい で、えー、まず仕分けですね、えー。仕分けは必ず正解が必要ですと。でまあ質問がねあったところとしてはこの科目ですね。投資有価証券じゃなきゃダメですかっていうまあそういう問題あ質問がね何件かありました。まあつまりねその他有価証券にしちゃったと。 でこれはですね、まあ、個人的にはというですね、えー、一応、前置きはさせてもらいますが、個人的には別に、その手有価でもいいいかなと思います、ねまあ、特に仕分けですしね、えー、この問題の趣旨から考えれば、まあ、投資家証券だろうが、その他、有価証券だろうが、趣旨に反するようなです、ね、ものではありませんので、一応、模範回答としては、投資家証券 とは書きましたけれども、まあ、別にその他、有価証券でも問題ないとは思いますので、えー、まあそんなにその,その他、有価証券って書いちゃったっていう人も、ね、あの心配はしないでください、まあ、B 数のね表示だとだめだけどもこれあくまでも仕分けなんでね仕分けなんで勘定科目の選択っていうのはですね、えー、まあ,ある程度こう柔軟に解釈できる部分があります。はい、あと、こっちはだめですよこれも質問あったんですけども貸し方に未払金とありますがこれ現預金にしたていう人いますがこれも絶対だめですからねここはもう未払金ですと。 はい、では、続いていきます。問い、ね、1のように有価証券の取得にあたり原則として、約定部基準による会計処理が求められる理由を通常の商品の購入と対比して述べていきましょうということで。薬に有価証券が 計上されるその理由ですねまず有価証券の方からいきます、ねまあ商品と比較するわけですけれども有価証券の方はですね要は支配とリスクが移転するっていうことですね契約の締結によって支配とリスクが移転するんで薬定日の会計処理が求められるとで通常の商品の購入の場合っていうのは受け渡して初めて、まあ、そういった移転関係があるわけですよ。ね、受け渡して初めて、えーまあ、支配だとかリスクの移転っていうのがあると。 つまりですね理由としては離婚されるかどうかわからないという不確実な状況のもと、まあ、そういった発生を認識したくないんですね。不確実な状況のもと、まあ、そういった発生を認識してしまうと誤解を招く、ね、情報が生み出されてしまうということで通常の商品の場合は、まあ、当事者の一方の離婚ですね。 こ外苑フルマークの資産の認識なんかもそうですけれども契約当事者の一方の利効が少なくとも、ね、一方の利効が必要ですよと総務未利子の段階で基本的に資産は認識していかないと有価証券だけは、ね、ちょっと例外的に総務未利子の段階でも計上できるというのが外苑フルマーク的なスタンスだったわけですけれども、はいまあ、それを、ね、書いてあげるというところになります。 まあこれもね精度高く100%で書くというのは難しいと思いますけれども67割のね精度でえ書いてもらいたいというところではあります。で、まあ、ここはですねあの有価証券の方が多分ね皆さん書けると思うんですね有価証券の方が。どっちかというと商品の方,のの方がね記述としてはいろいろと迷いが生じてしまったんじゃないのかなと思います。 少なくとも有価証券ので、まあそで支配だとかリスクだとかっていうものが契約の締結によって移転しますよというですねこの部分きっちりと書いて、えー、いきたいかなと思います、はい、ただこれは、ね、半分だとちょっと足りないかなというところですね記述の、ね、制度としては、ね、7割ぐらいの間隔っていうものを、えー、持ってください、まあ、7割方かけていなければいけないというところですねはいそれでは続いていきます次が問いのさんで 役場日から受け渡し日の期間が通常の期間の場合と通常の期間よりも長い場合の会計処理の相違点というところをですね記述していきましょうと。はい、でここもですね当連の 3回目かなネグレートの3回目で通常の機会よりも長いケースの階級手術ってまさに出したので、まあ、これなんかはね東レの復習をちゃんとやられていた方は書、えー、けるというところになりますし、まあ、せっかくね東レを受けたんであればやっぱり復習はしてると思うので、えーまあ、レックっていうことを前提するんであれば書けなければいけないのかなと思います。はいえー、と3行目の頭ぐらいまでが通常の期間の場合ですね。 で通常の期間の場合は絶対書かなければいけませんよ、そもそもの話で,ですか当連当たる当たらないという話ではなくてね。で、これ、約定日と決算日ちゃんと分けてねって書いてあるので、約、え、定、ー、日にはどういう処理をするのか、決算日にはどういう処理をするのかということをちゃんとですね、まあ、区別して書くべきですね。約、は、定、い、日と決算日の処理に焦点を当てて述べなさいとありますから、まあ、こういうですね問題の要求っていうものをちゃんとね。 踏ままえていく必要があります、はいでえー、通常の期間よりも長い場合は、まあ、先渡し契約は先渡し取引つまりデリバティブ取引になるんですね。 まあ少なくともも、ね、先渡ししいいう部分の指摘はしてもらいたいいかなと思いますただ逆にまあ先渡しの部分の指摘ができれば結局、デリバティブ取引ですからそれに関する会計処理を書くだけですから、うん、まあ先渡しの指摘ができれば会計処理もできるという流れになるので先渡しだけ書いて会計処理書けないというパターンはあまりないかもしれませんが、えー、ただ、そこのつながりがなかったと仮に考えたときに、まあ、先渡しとしてとていうところだけ書ければです、ねえー、まあここはまあ合格ラインは来るのかなと思います、全体で見れば。 はいでまあ、ボーダーとしては5割程度ですね。なんとかねちょっと当連復習されていた方は、まあ、これ私のねあのもう願いというか希望なんですけどもね、えー、当連を受けられていた方は書いてほしい書い書て欲しかったところなんですよね。はい。で続いて問題の4もう問題の4はですねほぼ解説する内容がありませんもうここですねとにかく今回の本試験の中で、えー、超典型といったらこの問題4です。 今回の本試験で本当に点数を取らなければいけないところ絶対に落としていけないところというのは第3問の個別者キャッシュと第4問のこの理論ここは絶対に落としてはいけないんですねですか,、はい、だからもうここは特に解説する内容ありませんもう超典型ですからね、えーまあ、かなりのですね精度の高いレベルでの争いになるはずです。 もうテンポラル法、ね、決算日レート法、支店と子会社で使う理由っていうのはもうほぼほぼすべての受験生が相当程度精度高く覚えていくところになりますので、えーまあ、どれだけね精度高くかけることができたのか、まあ、ちょっと行数短いですけどね行数短いですけれどもただあ、在外子会社の理由の方が一行ですね多いので、まあ、それだけ膨らませてくださいということですよね。はいまあまあ、でも基準上もです、ね、あの支店でテンポラルを採用する理由って 本当にこれぐらいいしか書いてないんですよ、ね、で子会社で決済を,を採用する理由っていうのはいくつかね書いて、えー、ありますので、まあ、一応ね模範解答には、まあ、実務上の煩雑性っていう部分も入れましたこれ入れた方が絶対いいですねあの会計理論というわけではありませんけれども、まあ、行数が一応産業あるっていうところを踏まえると、まあ、この辺まで書いてねっていうような、えー、試験の先生からのですねメッセージの可能性は高いですねはい、えー とということで、えーまあ、問題には特に特にというか、まあ、受験上は非常にキーポイントになる問題ですよ、ほぼほぼか、ね、けなければいけないので、非常にキーになる問題ですが、まあ、解説する内容はそこまでないので、こここまでが第4問ですね、まあ、第4問を通してみると、まあ、外貨はもう必須、外貨は必須、固定資産はまあもう気にしないというところですね、できてなくても気にしない。 だだとは有価証券とかですね収益認識の本人と代理人の区別とかまあ、そのあたりが一つ合否の分かれ目になるような問題だったかなと思いますはいそれでは最後第5問、えー、見ていきましょうまあ、第5問は計算問題がありますがこれはあの数字は一個一個追っていきませんまあ、時間なくなっちゃいますからねはいで、えー、第5問はですね。 連結会計の問題で、えー、P 社 A 社 B 社 C 社 D 社全部で5社ですね5社出てきておりますがただですよ成果連結がないっていうことと一つ一つのですね、えー、各会社の資本連結もそれほど難しいものではありませんので、まあ、全部で登場する会社が5社あるんでじゃあね成果連結ないし一つ一つの資本連結も簡単だからっていうことで、まあ、みんながみんなすごい高得点になるっていうことではないとは思うんですけどね。ただ ここ数年、まあ、平成27年からねこういう形式になって27、28、29、30、31イコール令和元年で、えー、そして令和2年と6回目ですよね、えー、6回の中でまあ一番簡単ですね、これ、明らかに一番解きやすい。はいなので、例えば全くの白紙ですとかっていうと、ねちょっときついと、えー、苦しくなってくると、ほかでまあ相当巻き返していかなければいけないと、えー、いう状況になります。はい で計算の方はまずですね文章題題ですね問題1文章の穴埋め文章の穴埋めについてはまあ個人的には最後の20以外は全部いきたいんですがただそれはなかなかね、えー、受験生にとっては酷な話だとは思いますので。 まあちょっと B 社と C 社の合併は難しいので例えばねこの20とか、まあ、20なんかは、ね、親会社株式に義足するとき準備期なんで、まあ、ここは別に無視していいんですけども、まあ、20だとかあと1618ですねあのこの辺りはもう点数取れなくても仕方がないかなと思います。でもねこの19番なんかはサービス問題ですからね SS の配当金ですからね配当金ってもう親会社の配当金を移すだけですから。 これれも1秒点数取れるんですよね、まあ、この辺りの失点は仕方がないとあと用語についてはもう基本やっぱ正解しなければいけませんね13781215171234567もうここはもうサービス問題みたいなものですからここは正解しなければいけないで161820ここはまあしょうがないかなと、まあ、今回のね問題の中で C と B の合併がまあ難しいのかなというところですから161820ですねここはまあしょうがないはいで、まあ、こっち取らなきゃいけないというところですねはいでこれでも7箇所ですよね取らなきゃいけないところ7箇所でまあ取らなくてもいいというかね取れなくても仕方がないところが3箇所で残った10か所のうち、まあ、どれだけ取れるのかですね でまあさっきもね19箇所なんていうことを言ってしまいましたけれども、まあ12から14ぐらいですかね。ボーダーとしては12箇所から14箇所ぐらいは取りたいかなと思います。まあちょっと半分だとややきついですね。半分だとややきついと思います。6割ぐらい12箇所からまあできれば14箇所ぐらい取りたいかなというところです。 で,できる方は多分ですねこう16か所、17か所ぐらいは取ってくると思いますので、えーまあ、なんとかね、まあ、12から14ぐらいのところでとど、えー、めておきたいと、まあ、それぐらい取りたいかなと思ってください。はいで続いて、えー、問題2の BS の方うは、まあ、全部で20か所ですね空欄があるんですけど。 えーまあ、ここもね実際の配点ってどこに振られてるかわからないんですよねで仮にじゃ全部配点振られた時、ね、全部配点振られた時にまあ半分の10から12問題1の空欄の穴埋めよりは、まあ、ボーダーは下がるはずです全て配点が振られた場合で、えー、10箇所から12箇所ぐらいがまあボーダーじゃないのかなと思いますでただですよ もう基本的に諸資産とかね諸負債とか資本金なんかはこれ配点恐られるかかどうか微妙なところですおそ、まあ、らくですねこれ諸資産と諸負債と資本金で全部で6カ所回答箇所がありますが、まあ、6カ所全部振られるってことはないと思いますおそらく、まあ、このうちいくらか分だけ、えー、まあ1カ所ずつ振ったりだとか、まあ、ひょっとしたら1カ所もないっていうこともここは考えられますね だからまあ仮に、ね、あの20箇所全部が配点振られた場合6箇所はまあ絶対取れなければいけないところですからだから20分の6からスタートできるっていうふうに考えた方がいいかと思いますし裏を返せば14箇所でどれだけ取れるのかっていうことを考えてもいいかと思います6箇所引いてねはい、まあ、どこまで取れるのかなんとかまあこの6箇所を除いて6箇所を除いて56箇所ですね 六箇所除いて5、五六箇所は取りたいかなと思います。うん、まあ、一個一個個別で見てたら、難しくないんですよ。かつ、落ち着いてね、多分普段の自習室や、ご自宅で。問題集として解く分には、多分多くの方が、あの、結構いい点数叩き出すとは思うんですよ。ただ、やっぱりね、本試験、緊張感、疲労感、プレッシャー。いろんなものがね、えー、加味されると、まあ、どうしてもパフォーマンスは落ちますからね。 まあ更新は魔物がいるっていうのじゃないですけれども、まあ本試験で普段のパフォーマンス以上のものが発揮できるっていう方はですね、えここまでの私の経験則から言うと少数派です。たまにいらっしゃいますけどね。えー、基本的には普段よりも落ちる。そう考えたときにまあボーダーはやっぱり20分の10から10になる10になるのかなと思います。はい。でここで B と C の合併についてはですね少し数字入れて、えー、ここだけはまあ検討していきましょうかねというところで。 まあ,実はあらかじめ下書きを作っているんですが B と C の合併について見ていきます、まあ、自分の関連会社と自分の子会社が合併するということで、まあ、一見見慣れない取引なんですがただ、これは今までの、ね、企業結合事業分離の学習を応用させておくことはできますしかもその応用させていく応用度というものはそんなに高いものではありません。はい えー、もともと自分の会社が持っていた、まあ、自分の会社がですね関連会社としていた B 社40%の保有そして完全子会社 C 社100%ですねでこの C 社と B 社が合併をするわけですね C と、A、B が合併しますよと、はい、C と B が合併するとで、えー、B が消えちゃうんですね B が 消滅会社になります、まあ、こうでですねで、まあ、こっちに吸収されるようなイメージですね。で、それに伴って C 社は、まあ、P 社を含むですね、えー、自分の株主に株を発行したと。えー、P 社えー、B 社の株ですね、失礼しまし、えー、C 社は P 社を含む B 社株主に株式を交付していると、こういう状況ですかね。はい。 えーまあ、B 株を交付しているという状況です。で、えー、それにです、ね、より P の B に対する持ち分、ねまあ、この C 株をゲットしたことによって、まあ、B は C になるわけですけれどもただ C 株をゲットしたことによって C の持ち分比率が C に対する持ち分比率が72%になってるんですね。だからプラス32プララスス で同じくですね、まあ C はですね、この B の非株にも株式を交付するわけですから、B の非株にも交付するわけですからね。えー、だから100%子会社だったものが100%子会社じゃなくなります。はい、100パーから72パーですね。はい、28は売却しているのと同じはい、つまりこのですね、B-C の合併は連結で見ると。 B の32%と C の28%の交換取引ということが言えるんであので、まあ、事業分類の知識を使って問題を解くことができます。はい、で、まあ、一応ねちょっと下にいつもの、ね、ボックスの下書きみたいなものをですね書きましたので、まあ、ここに当てはめていきたいと思います。はいえー、まず B ですね B の方の売却に関していきましょうか。 B の二十が28%売却されるわけですね。B が28%売却されると。で、えーまあ、その時の B の、えー、母価が。あ、ごめんなさい、C ですね、C。失礼しました。C が、申し訳ないです。C が28%は売却されるんですね。失礼しました。C が28%ー売却されるので、その時の C の母価が、こちらですね。この時の C の母価が。 えー、66万7000千。で売却持ち分が、まあ、28%ですからね28%ですから、えー、66万7000の28%でこれ18万、えー、676018万6760これ売却持ち分になりますちょっとすみますね18万6760ですね これが売却持ち分になると。はいでいくらで売却したのかというとその時の時価で売却したわけですけれどもただあのその時のですね C の時価ってダイレクトに書いてないのでこれって B の取得に関して使う時間から C の売却時価を推定していくというふうになります。はいなのでですねちょっと途中でありますけれども今度 B の方の取得に入っていきたいと思いますね。はい B の方はですねこのタイミングで32%取得します。ででで B ももととすね持ち分法適用していたわけなので えーまあ、そこから、ね、考えていくとこれ評価差額5万含んでこの時に支配獲得しますね。なので評価差額5万含んで、えー、C の支配、えー、ごめんなさい B の支配獲得時の時間はつまり ×9 年末、ねえー、これ75万7千なんですね ×9 年度末評価差額5万込みで75万7千と75万7千 で段階取得にかかる歳費はですね、えー、これは穴埋めのところで出ていたのでここはちょっと一旦割愛させてもらうで、えー、この75万7000のうちの 72%, です、ね、72を支配獲得したときに取得するということになるわけですね。これが54万 あのもともと40%はこの部分は持っていたんですけどただ支配獲得した時の時価で一括して取得するというふうに考えていきますので、えー、75万7千0の54万5千4 0を取得するとでいくらで取得することになるのかというとこれは新社が B 社の取得に際して、まあ、この合併に際して株式発行してるんですねでこれ、株式発行しているその株式の時価が105万なんですね。105万 105万だからそこからね105万考えていきますね105万の 72%105 万の 72%75 万6,000で54万5040を取得するというふうに考えていきますそうすると21万960がのれんになるんですねこれがのれんと。 万これの部分はもともと持っているわけですけど、はい、で72%の時価が75万6で、でまで、あ、今回もともと持ち分布を適用していたので支配獲得した時に72%を丸々です、ね、取得するって考えていきますけれども、ね、ですかただこの今回のですね事業分離、えー、ごめんなさい C と B の合併の。 取引っていうのはこの C の 28%, と,これです、ね、28と B の32%の等価日交換なんですね。す C のののと B の32の交換ですから、まあ、32%分の時価っていうのが C の28%分の時価と等価日なんですね。はい、だから70 5万6っていうのが72%分の時価なのでそれを32%分の時価に直していくと32分の時価って33万千なんですね C28% と,と,、ね、と B32% の等価日交換ですから。 この 32π=33 イイ万6,000っていうのが28%分 C28% 分の時価なんですね。なので18万6,760を33万6,000で売るっていうふうに考えていくと。はいそうすると差額で、えー、14万9,240が出てきます。はい。 でこれも支配継続バージョンの一部売却ですからね。これ支配継続バージョンの一部売却になりますから、はい。これ中は資本除却になるわけですね。はい。であとは非支配株主持ち分ですね。非支配株主持ち分は、まあこの分ですね。えー、C 六十六万七千の二十八パーセントと B 七十五万七千の二十八パーセント。 これが BC の被配株主持ち分であとはね D ですね、えー、在外子会社 D 社の被配株主持ち分を出していくと回答の被配株主持ち分になります。ただ、ちょっと難しいですよね、ここの部分はまあ解きづらいかと思います。はい、ここに関しては、まあ、少しね難しいと思いますので、まあ、この部分に関係しないところでなんとかこの問題の,の点数を拾ってくると。 はいですかね、なので、まあ、全部、配点されると考えた場合の20分の10から12ぐらいできればまあ12取りたいんですけれども、うんまあ、なかなかあ厳しかった人も多いと思いますので、まあ、最低10というところをつつ、ね、考えてみてください。はいえー、それでは最後ですね第5問の理論の方に入っていきます。 第5問の理論問題の3問1、子会社株式の一部売却の結果、子会社であった会社が子会社及び関連会社のいずれにも該当しなくなる場合、売却後の投資の評価に関する会計処理をまあ説明しましょうということで、まあ、要は連結除外の会計処理ですね、連結除外の会計処理、ね、これ、基準書に書いてあるんですよ、ね、これ模範解答の初めの2行半ですが、ここ、基準書に書いてあります、ただですね、模範解答のはですね、一応、投資が継続していますよっていう部分を付け加えました。 残存部分投資継続してるんでまあ、ほかで評価をしていきますと、えーまあ、基本ね、基準集を移せばいいところにはなりますけれども、うんまあ、一応、論文試験,試験ですからね、会計理論のお話なので、まあ、理由を入れた方がいいのかなというところです。はい、で、後半の SS の話はですね、えーまあ、ここはか、まあ、けなくてもしょうがないかなと。はいか、まあ、ければプラスアルファ。 点数がまあ当然きますので、まあ、そ,の部分あその分だけ、ね、アドバンテージが、えー、獲得できると前半部分は絶対に書いていく必要がありますこれ基準,基準集移すだけですからね基準集移すだけですから、まあ、ここは絶対に書けなければいけないと思ってください、はい、で続いて問いの2ですね問いの2はこれ本問 B 社は持ち分法適用関連会社なんだけれども B 社、えーまあ、が仮に子会社だった場合にどういう会計処理に影響が出るのか。 まあこれなんか持ち分法と連結の比較ですね本試験結構持ち分法と連結比較させる問題が好きです、えー、30年かな30年にも出ておりました平成30年ですねでまあそういう点いくつかあるんでまあその中からね、まあ、模範解答のを作る観点からすれば制限時間なんかないので、えー、まあ可能な限り思い浮かんだものですね入れたわけですけれどもまあ模範解答4つ入っているんで皆さんはその中から2つぐらいピックアップして本試験中書ければよかったかなと思いますね。 えまず全面次回評価を採用しますよという点ですね全額次回評価しますよという点でまあ持ち分は合算しませんので合算しませんよという点やえあとは非試合株主持ち分やのれんが計上されるようになりますよという点えそしてえ B 社と C 社の合併ですね B 社と C 社の合併についてえの処理の相違まあこのあたりのですね4つのうちどれか2つかければまあ合格点はくるかなというところになりますので。 まあ別に4つね書きましたが4つ全部書けなくてもまあ本試験中はいいのかなというところになりますのでえ何とか2つね書いていきたいなというところですね。はいそれではね最後いきますね最後はこの第5問全体を通じて経済的単一大説に基づいていないと考えられる会計処理について説明しなさいと。経済的単位体に 基づいていないと考えられる会計処理はい。えー、まあ基本的に二つかな、えー、のれんとあとは BS 表示、ね、のれんと BS 表示に関して、ね、まああとは部分次化評価法を採用するっていうものを出してもいいのかなとは思います持ち分法的を関連会社、ね、はい 解答行数がある程度ですねここ設けられておりますので、えー、経済的単一対接が何かっていうことをちゃんと説明し、えー、ある程度こう丁寧に当てはめるっていうことができます解答行数的に。ね、なので、まあ、本人と代理人の区別のところなんかはですねなかなかその行数的にはうまく当てはめる丁寧に当てはめるってことはできなかったんですけれどもあのこちらはある程度丁寧に当てはめることができますのでただ、まあまあのれんであればなぜ経済的単一大説と整合的じゃないのかとかね。 BS 表示もなぜね経済的単一体制と整合的ではないのかっていうところをですねまあると、まあ、これもね問題の出し方として我が国のね現行上、えー、のれんは親会社持ち分しかあ計上されていないで、まあ、経済的単一体制との整合性を踏まえてねその可否などを説明しなさいみたいな問題だと結構みんな多く解けるんですけどもえー まあこの問題の出し方、まあ、本試験では最近非常に多い出され方ですけれども、まあ、この本問から検討するとどうなるのかっていうね、あのこの出し方だと、やっぱり点数は下がります。なので、ここもね、のれんと、まあ、BS 表示に関して、少なくともですね、多,分多くの方、のれんとは思い浮かんだと思いますので、のれんの方の指摘はしてもらいたいと。で、での,の,の指摘ができたら 行数ががあああるんであるで程度記述を膨らましててて書いていいくく必要っったと思ってくださいなので、のれんに気づくってことはもう必須そこからどれだけ膨らませていくのか、ねえー、その勝負で、ネス表示の方まで気づいて書ければ、まあ、プラスアルファで点数がねアドバンテージがくると思ってくださいはいなのでまあここはね、記述の厚み当てはめの丁寧さ、ね、こういうところまで求められると、まあ、全体としては5割ぐらい、えー、できれば、えー、合格ラインに達するとは思いますけれども ただかける方はですね、多分あの結構精度高く、えー、そしてボリューミーに、えー、厚くかけているという人もですね、多いと思うんですね。はい、ですの、ね、で、まあ、5割強ぐらいね、えー、できればいいのかなというところになります。はい、えー、というところでですね まあざっくりとではありますけれども、えー、本試験の簡単な解説と、まあ、ボーダーラインなんかについてですねお話をさせていただきました、えー、また詳細の解説などはです、ね、いろんな講座があると思いますので、えー、そちらの方を、えー、そしてまた後日ですね詳細の回答解説なんか出ますので、まあ、そちらのを参考にしていただければと思いますはい、えー、というところで、まあ、最後にもう一度このボーダーの表を写して終わりにしたいと思いますねはいこちらですかね。 ちちょょっっとと見えななないいのかなこれはねねごめんなさい、ね、少しずつこう徐々に引いていきたいと思いますけど多分気になるところはですね、まあ、難易度であったりだとかボーダーあのこの辺りが気になると思いますのでちょっとこの辺りをですね動画止めてメモなんかをしてもらえればと思います、ね、今映っているんです、ね、この7割程度っていうのは有価証券の約定基準の会計処理の話ですねそこから下もですね はいこんな感じですかね、ただあくまでも私の主観も入っているところになります、受験生とのヒアリングであったりだとか、あ他の講師とですね話をしてという部分も当然ありますけれども、ね主観の部分もありますので、多少ボーダーは前後すると思ってください、特に理論のボーダーはですねどちらかというと私は高く出す傾向があるので、何割程度って書いてあるうちの 1>, まあ1割ぐらいは、ね、こう割り引いて考えてもいいかなとは思います。はいえー、というところでなんとかねこう論文試験を試験、ねえー、終えられて非常にねこう今疲れている状況の方が多いと思いますけれども、まあ、ここから先就職活動をしさらにね次のステップに進んでいくというところで、まあ、あの本当に、ね、論文試験,を試験っていうのは蓋を開けてみなければ受かってる落ちるっていうのは分かりません。 自分のの感覚とといいはほとんど当ててにならなら思ってください過去にもです、ね、そういう受験生の方はたくさんいましたもう絶対に落ちてるよって言って受かった方絶対に受かってるって言って落ちてしまった方さまざまなです、ね、受験生がおりました、えー、一つ言えることは論文資本試験の合格については発表当日まで本当にわからないと。ね、本当にからない、ね、なのでまあ,あの自分の中でね出来が芳しくなかったと っていう方であっても受かってる可能性はあるのでまずねちゃんと就職活動してくださいというところですね就職活動をするとで本当にかましくない心配だっていう方はですね、えー、まあ、今年の場合は通常よりもですね期間が3ヶ月ですねこう遅れているタイムスケジュールになりますので、えー、もう本当にね出来が悪くてもう絶対受かってないと、えー、感じられる方はね 早いタイミングで学習をを開始されることをお勧めしますでも受かってるかもしれないですからね、えー、一応受かってるかもしれないっていうことを念頭に置いて、まあ、学習を進めていくと、ね、だからまあ就職活動をしていく必要がありますしというところで、まあ、期待させるわけではありませんけれどもね本当に論文の合格発表はですね蓋を開けてみなければわからないんであの今できたって思ってね絶対受かってるって思ってる方も落ちる可能性はあるので、あのー、そのようのギャップはですね実際試験、えー、ごめんなさい発表日当日出てくる可能性はあるので。 あのまあ、どう転ぶかわからないということを踏まえて、ね、次の行動に移すようにしていただければと思います。はいえー、というところです、ね、簡単にはなりましたけれども論文資金試験の解説動画は、ね、以上とさせていただきます。えー、お疲れ様でした